だね、一緒に仕事をしなくなってからもう6、7年ぐらい。そうですね、うん、あの一緒にやってた頃は何しゅあのシングルレコードの一等賞、うん、一等賞一等賞ってね、うん、よくそれはやってたけど、今はなんかそういうこう目指してるものってあるの？そういう今もやっぱり。いや、まあもちろんね、ヒット曲で誰に越したことないけど、うんうんうん、それやっぱりその自分のいる場所っていうのがテレビの中ではなくなってきましたよね。やっぱりあの、まあ、一種のイストリーゲームだし、うん、若い人のものであるし、だからもちろんあのテレビに出たくないって言うんじゃないけど、やっぱり最近なんかこう声がかかんないよね、うん、もちろん売れてるっていうことが、うんうん、あの必須条件だろうし、でかといって僕らなんかその年功序列で今求められるとしたら、本当にあの昔の歌を歌ってくださいっていうことでしか、 それと交換条件に今の歌を歌うみたいなね、そういうので出たくないし、まあ今回のこのプロジェクトにしたってやっぱりほとんどがもう昔の話になるわけでしょ。だから今なんかはもうあのグローブ座でやるあのお芝居コンサートと、でアルバム作ってコンサートやるツアーと、それとあとまあドラマやってっていうことで、その辺のあれっていうのは昔とそんな変わってないでしょ。やってること自体はね変わってないけど、忙しさっていうのが全然あの違うし、まあテレビの世界っていうのはそれこそ分刻み掛け持ちも可能っていう仕事だけれども、まあ今やってる仕事自体がそれこそ稽古をするのに一月かけるだとか、稽古するのに2週間かけるだとかっていう、まあ仕事のなんていうのかこう内容が濃密になってきたって。それはそうだね、練習する時間も昔取れなかったしね。そうですね、うん、だから、うん、僕は最近こうステージとかね、こうあんまり見てないんだけど、うん、結構まあ意識して見てない部分っていうのはあるんだけどね、うん、なんかちょっとこう離れていたいなってずっともう長年見てたしね、うん、となんか一回こう離れてこう、うん、それで見てみたいなっていう。いやだけど本当にもういろんな人たちにこう力貸してもらって、うん、で世話になって、ここまで来たんだけど、やっぱカスさんが一番長いもんね。長かったね。本当長いし、うん、本当にねやってる時はもうほらカスさんいないともう心配なわけ。だからなんかどっか行っちゃうとか言うと、えって行っちゃうのって、俺行けないのにいつも一緒じゃなかったのとかっていう、そういう気分だったのが、うん、まあだんだん、まあ、今なんかは吉田健なんかがね、うん、まあ、その役目を担っちゃってるんですけども、うん、あのやっぱりそういう人がいてくれないと困るし、でただまあ本当に加瀬さんにはもう言葉で言ってももう足りないぐらい本当に、だから今ワイルドワンズとかもう普段のこう本当に満喫してくださいね人生を。束縛してたから、あの頃は本当に束縛してたんだから。そんなことないよ。いや本当そんなことない、それは俺も楽しんでやってたからさ。だからね、だけど、うん、今のジュリーをまあ見ててっていうかね、うん、ステージとかそういうのは見てないけど、うん、あのなんかその辺の仕事のローテーションとかそういうのがあんまり変わってないような気がするんだよね、うん、だから例えばあの、うん、今年は思いっきり例えばミュージカルだけとか、うんうん、あコンサートだけとか、うんうん、もっとなんかどんどんってそういうのもやるのかなと思ったけど、あんまりそうでもないし、もともとやっぱり澤田は仕事好きな人だし。そうなんですよね、うん、本当そうなんだよね。だから無駄をしないって、俺は無駄をした方がいいと思ってたんだけどね。でもそれはやっぱ性格的にできないと思うんだよね、まあ、うん、でもね、うん、随分変わったんですよこれでも。あ、そう、うんうん、だからそれこそ加瀬さんなんかと一緒にやってる時なんか休むっていうのはもう罪だっていうふうに思ってたじゃない、うんね、でも今はいろんなもの見たりね、ぼーっとしてたりっていうことが、それこそこういうとこ来ても昔だったら、うん、そのちょっと時間空いたら何か したいとか、ギター持ってきてても曲作るとかってそんなこと知ってたけど、今なんか本当こう仕事するためにそういう無駄な時間っていうか真っ白な時間っていうかね、何もしない時間が本当に好きになったしね。だからかといってカスさんのようにあれもやってとか京都へ行くってなるとその前後何しようとかね、友達に会ってとかって、そんなことはいまだにそれは僕はできませんけどね。でもね、最近あのなんていうか CD、 この前のね今一番新しい CD なんかは僕は最近の中ではね一番好きだなと思ったんだけど、あのなんていうかな、もっともっとね澤田独自の世界って今のまあニューミュージックっていうか今の音楽あるでしょ、あんまりそれに迎合しない部分での澤田のこうカラーで作れるものっていうのはねあると思うんだよね。それでそれにはね今こう
今それが出したからそれが売れるってそこで計算はできないし、うん、しちゃいけないと思うんだよ ね、 そ, うですね。やっぱそれを積み重ねて何年か経っていくうちに澤、うん、田の世界っていうのができてくると思う、うん、で俺はまだまだそれできると思う。そうだね、だから安心して見てるんだ俺。だからほら昔からどっちかっていうとその時その時っていうのはこう一曲一曲イメージを変えてやったようだけど、うん、根本にある精神っていうのは変わんなかったじゃないですか、うん、おもろいことやれても、ね、もうそんなのあんまり考えるよりも行動が先みたいなところがあったし、うんうん、でそういうのっていうのは本当に続けないといけないし、それとやっぱり最初に僕がアイドルって言われて、まあ、バカにされたと僕は思ったわけね、うん、アイドルっていうもの自体がもうすぐ終わるって思われたから、でじゃあ10年続けようと思ったわけじゃないですか。でアイドルっていうので10年続ければみんな変わったアイドルだなと思うだろうと思ったのと同じで、なんか同じことを続ければ勝手にそういう波が来るっていうのか、うん、そういうのを待ってればいいっていうかね、うん、だからまあ僕いつも人と話するときは例に出すんですけど、ジャニーズ事務所のやってることっていうのはずっと変わってなくてそうだ、ね、ジャニーズ以後いろいろあったけどそんなに大きくなかったのがタノキントリオで、うん、そうだよね、ジャニーズの頃からやってること変わってないんだって。まさかああいうものがまた出るとはあの当時思わなかったよね、うん、ああいう。だから人がやってないことをやるっていうことがやっぱりすごいことで、だからなんか今ロックっぽいからロックへ行く、でもっとこう素朴だから素朴になるっていうんじゃなくて、まあ、自分の居場所っていうか、ただその若い時のように若い時と同じようなことはできないけれども、まあ、それを見つけないといけないんでしょうね、うん、これはあると思うよきっと、うん、うん、あると思う。だから将来ね、うん、やっぱそれが見つかってくるんじゃないかな、うんうん、だからこれ止まって考えるんじゃなくて、うん、やり続けて、ただテレビ出ないとね、テレビ見てる人はね、最近仕事歌ってないでしょって言われちゃうのがね、これは悔しいんだけどね、うん、でも現に歌は続けてるしね、続けたいし、それは続けた方がいい、うん、いやもっともっとお話をなさりたいでしょうがそろそろ時間が来ましたんで、はい、じゃあお別れ前に小野さんから、はい、とりあえず節目の記念番組が今日から始まってるわけです、はい、ジュリーへこの間の武道館拝見したんですが、すごい興奮しました。ファンの方と一緒にね。だからまあグローブ座もいいんですが、たまにはやっぱり興奮の度合いの違う大きなところでドームで見たいですね。東京ドームで見たい、はい、安井さん。そうね、やはりね私は作詞家としてジュリーの詩をずっとある時期書いてきた。それは私にとってももう一生の作詞家としての一番楽しい時だ。でもそれを過去形にしたくないのね。やっぱりジュリーはさっきも言ってたけどアイドルじゃなくて今度は本当に歌手として、あるいは演技者としてますますね素敵になってほしいし、はい、それをもう、プロの作詞家としても期待するし、ファンとしても期待するし、絶対それができる人だと思う、はい、ありがとうございました。